どうもショピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。また2、3日外に出なくなってしまいました。で、本当は今日めちゃくちゃいい天気なので外に出て撮影をしていきたいんですけども、でもまあちょっとこの後午前中はコンサルだったりコンテンツ作りだったりっていうのがあるので、またちょっと午後からになりそうですね。でも今日はちょっと外に出て皆さんにいい絵をお届けしたいと思っているので、ぜひ楽しみにしておいてください。さてと、じゃあ仕事しますか。あれ43%、あれ充電されているのにな。あれこんなにガタついちゃってるわ。これは充電できるわけがないかな。おはようございます。いつもありがとうございます。よし、今日なんか今日は明るく撮れてますね。1週間でそんな育ったんですか。こちらこそありがとうございました。はい、じゃあ失礼します。はい、こちらこそありがとうございました。失礼します。はい、終わりました。よし、じゃあ次はあ、まずい、寝坊した。いやでもものすごい罪悪感がありますね。てか、寝すぎた。もうすぐライブ配信の準備します。はい、ちょっとスマートフォン取り出してきました。はい、ちゃんと今回は無事通知がいっているみたいですね。はい、よかったです。はい、ということで、まあ、ライブ配信が終わって今お風呂出てきました。すごいさっぱりします。よいしょ。ではでは、おやすみなさい。なんか雨が降ってますけども、まあ、今からその実家に帰る用事がありますので今から準備をします。はい、よし、じゃあ行きますか。はい、三鷹に着きました。で、今からですね、なんか住民票を引っ込んでいたり国民貢献とかそういった手続きをボロボロやりたいと思います。雨が降っていて風も強かったのでテンションは上がらないですよね。はい、ということで諸々の手続きが終わりました。で、今から実家に帰って父親と会ってくるわけなんですけども、まあお説教だろうなっていう感じでめちゃくちゃテンションは下がってます。はい、はい、終わりましたので、じゃあ今からどうしましょう。なんか、まあ、時間がちょっと空いたのでスッキリ空間に行きましょうか。はい、高尾山に着きました。いやー、晴れてよかったですね。もうちょっと雨降ってたんでどうなるかと思ってちょっと心配したんですけど、いやー、よかったです。これちょっと後で山登りたい気分になったのでちょっと後で登ってみようと思います。で、その前にちょっと仕事というかちょっとやるべきことがあるので、それをちょっと片付けてすっきりしていきたいと思います。おー、ここここなんか結構おしゃれですよ。高尾559というところなんですけど、結構おしゃれな感じです。599ミュージアムということで、まあ599の意味ちょっとわからないですけど入ってみましょう。コーヒーフロートをお願いします。一つで、はい、はい、よし、じゃあ仕事をささっとやっちゃいたいと思います。
よし、終わりました。じゃあ行きましょうか。はあ、ゆっくり仕事が、そしてがっつり仕事ができましたということで、じゃあ今からまあサクッとですけどね、サクッと山を登れたらいいななんていうふうに思ってます。いや本当晴れてよかったなって感じですね。めちゃくちゃいい眺めが見れてよかったです。はい、でまあせっかくなんでちょっと山頂行ってみようかなと、この格好で山頂に行ってみようかな。まあでも高尾山はすごい歩きやすいですし、うん、もうなんかこんな感じで舗装されているので、まあ行けるでしょうと。とは言ったものの、そろそろ時間が来ているので、今日はここで終わろうと思います。おー、でかいですね、天狗。金色の像です。じゃあ今日の高尾山は以上ですね。はい、帰りましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あれから帰ってきて仮眠をして残りの仕事をやってお風呂入りながら今この寝る体制に入りましたということですね。で、まあ、今回お伝えしたいメッセージとしては、仕事だったりずっと根詰めてるだけでもやっぱ面白くないので、やっぱりこう何でしょう、まあ、僕の場合こう趣味で遠くに行くっていうスキル空間に行くっていうのが、まあ、趣味としてあるので、今回はこんな感じであのスキル空間に行きながら気晴らしをするってことをやってみましたと。実家に帰った時にですね、あのちょっとあの親と揉めたので、はい、親と揉めたというか、もう親とちょっと吸ったもんだあったので、そうちょっとあのテンションだだ下がってましたけども、まあ、今もちろんあの気持ちもぐっと上がってバッチリ復活したんで大丈夫です。まあ、何かこう長期的にやり続けるためには、自分の好きなことを、まあ、休みの気晴らしとしてやった方がやってもいいんじゃないかなっていう感じですね。っていう名のただのブログだった。僕なんかこうカメラでなんか撮ったり動画を撮ったりするのが好きなんで、まあ、これからもちょっといろんなところに行っていろんなスキル空間を撮ったりとかやろうと思いますので、ぜひ楽しみにしておいてください。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。